心に服部党あり。清康公の恩義に応え暗中疑惑の影を落ち、かくいう我は西条を助ける草の者伊賀忍将服部半蔵正成。さあ生涯57度の戦に臨み、一度たりとも傷つかず、家康公の御為とこの手に握るは天下三名僧とんぶき。我事の難に臨みて退かず、我こそは戦国最強の武将本多平八郎忠勝参る。天皇の神狩りは家康公の片腕と三方ヶ原での陣太鼓、長城での奇襲戦、あまたの戦を指揮する東三河の旗頭、我が名は徳川四天王酒井忠次研さん。御に江戸権愚浄土の旗のもと、我が生涯かけたる望みとは天下太平の世、時空を超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士、我こそ徳川家康、元祖グレート家康公、青い武将隊。
な皆様、こんばんは。お元気残っておったな。わしはもうこれ正直偉いです。いや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 、我々は岡崎から参りましたグレート家康公青い武将隊と申します。本日は第13回鬼道祭りに、お招きいただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうさんじゃ拍手はねしていただいてるんですけどもね、正直眩しくて誰の顔も見えません。はいはい、あのわしらのことを知っとったよって知っとるよってこと全然わからん。照明が上がったりかすらわからんのですけどね。ああ、でもちらほらちらほら、ありがとうございますな。じゃあもう一つ、鳥飯の歌知っとるよっていう方。えさっきみんな聞いたんじゃないのか。ちょっと振ったわしが気まずくなるから、ね、もう一回聞くぞ。さっき聞いたな。よし、鳥飯の歌知っとるよっていう方。あ、さすが。さっきより上がった。さすが。さっきより上がった。さすがですね。いやいやいや、もうですね、この鬼道祭りも最後の、はい、わしらが鳥ということでね、鳥だけに言うと思いますか。わかりやすいじゃろ。30わかりやすいじゃろ。はい、ということで我々にとっても最後のステージとなっておるわけでございまするが、この後もですね、はい、まだ我々の演舞は続きまする。そこで皆々に一緒に盛り上がっていただきたい。この後はですね、ラップがある曲に入るんでございますが、そこでですね、はい、皆々に少し一緒に叫んでいただきたい言葉がござります。ジャンダラリン、この一言だけでございます。こちらのね、あのジャンダラリンというのは三河の方言で、うん、ジャンダラリン、何々ジャンとかやってこりんとか、そういう三河の方言でございますので、皆様ぜひ覚えていってください。今日ね、少しだけ練習したいなと思います。わしがいいじゃんほだら行ってみりんと言いますので、その後にみんなで一緒にジャンダラリンと。大丈夫か。いいですか。言える言えるか。大丈夫か。言っとくか。よし、では、はい、ちょっとあのわし歌うだけ歌ってシーンとなるのはやめてくださいませ。あ、もう帰りたくなりますからね。では行きますぞ。行くぞ。行きますぞ。はい、はい、せーの。いいじゃんほだら行ってみりん。じゃん。ちょっと入りがわからんかったんだね。もう一回行ってこ。もう一回行っとこ。かし、ね、うん、こまりました。もう一回行ってこ。じゃあ行きますよ。行きますぞ。せーの。いいじゃんほだら行ってみりん。じゃん。おー、いいじゃないか。あ、いやいや、よかったよかった。それでございますね。ということで、はい、この曲は青空という曲でございますが、じゃあもうね、あ、もう真っ暗じゃんな。夜空じゃな。夜空でございます。まあでもそれはそれでかっこいい名前ではございますが、はい、じゃあ早速参りましょうかね。ございます、はい、そのタイトルコールをお願いします。それでは次なる演舞をご覧いただきます。グレート家康公青い武将隊で青空いざ出陣。
みかんはね、みんなで叫び放つ。いいじゃん、ほんなら行ってみる。ジャンダラリン、これでお主みかん節が死んだ。これで我らみかん節が死んだ。天下にのようそこにハート竜が水のよう流れたもん。国境の陸へあれもよう、やりすぎて諦めすぎないのみましょう。これよりみんなで行かせんじゃ、ガッテンじゃ、岡崎城から天下そこにみかん節、そうじゃな鉄の鉄と我らの竜がは犯人そこかは消えなさかは消えなさかに。堪忍踊りという曲でござります。先ほどももう一つの会場で披露させていただいたわけでございますが、こちらはぜひぜひ皆も一緒に踊っていただくコーナーでございます。少しポーズをお教えいたしますのでね、ぜひぜひご参加くださりませ。ということで、まずは両手を拝借、両手を拝借。いやいやいや、光で見えんからといってね、サボっておると前に進みませんよ。両手を拝借、両手を拝借。そうそう、おいい感じに上がってまいりました。ぜひぜひご参加くださりませ。はい、ではその両手をまずは正面で合わせて、顔の前でパチンと合わせて、右に堪忍、右に堪忍、堪忍、そして今度は左に堪忍、堪忍、叩いて堪忍じゃ。これが堪忍ポーズ1、流れで参ります。いきますぞ、せーの、堪忍堪忍堪忍じゃ。そう、お見事。せっかくの、そして堪忍ポーズ2つ目、2つ目はこのピース、目の前に堪忍、目の前に堪忍、今度は反対、堪忍堪忍、そして堪忍じゃ。じゃあ、そう、これが堪忍ポーズ2つ目。いや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 、歩くかぼちゃも参戦してまいりました。お見事。では堪忍ポーズ2つ目、流れで参ります。いきますぞ、はい、せーの、堪忍堪忍堪忍じゃ。はい、これ以外の踊りも大変簡単なものとなっております。ぜひぜひご参加ください。はい、今ね、小さい和子たちもせっかく前に来てくださっとるので、みんなで盛り上げたいということで、踊りたい方ぜひ前の方にぜひ来てね、わしらと一緒に踊ってくださいませ。はい、ですね、踊りたい顔しとるけども前に出てこん方、この実況がね、無理やり連れてきますからね。無理やり連れてきますね。無理やり連れてきますからね。泣いても知りません。お母さん怒らないでください。はい、ごめんなさいって先に謝っておきます。というわけで堪忍踊り始めましょうか。では参ります。堪忍踊りスタート。スタート。それでは皆さん手拍子、それ、ラーム堪忍する堪忍、はい、よいしょ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 、よ
社長まだ帰っちゃかんよ、まだ帰っちゃかんよ。最後にね、締めの言葉があります。おいで、おいで、おいで、おいで。それではここの高浜市市民の皆様と、ここにお集まりの南安様と、そして前に出てきてくれた子供たちのご多幸とご健勝を記念いたしまして、勝ち時を挙げてまいりたいと思います。皆様ご賞は願います。えいえいおう、三度掛け声お願いいたします。それでは参る、勝ち時はそれ、えいえいおう、ありがとうございました。迫力ある演舞をありがとうございました。グレート家康公青い武将隊の皆さんでした。もう本当にかっこよくって考えてもこれ被っちゃいましたよね。皆さんありがとうございました。